では一般の発表を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。と前半のディスカッションでは将来像の実現に向けて私たちができることとして、興味を持って参加して提案することだというふうに結論を出しました。と、ボランティア活動とか協会への参加とか、自分が草の根で参加できることもあれば、あるいは時間が限られている人もいますので、例えば投票するとかふるさと納税するとかの意見を発信するとか、そういう発信提案型 の、参加もあるだろうという話をしました。で、一番大事なこととして興味を持つっていうのがそもそもなのだろうと、これはもうベースになって参加や提案をすることになるというような話し合いになりました。で、後半意見交換に区民が一層参加しやすい仕組みとして、前半の流れを受けて興味関心を育てる誰でも参加できる仕組みを作るというような話をしました。一番大事なこととして、まず人材活用、今回も無作為で参加していただいているメンバーが一般にもいますけれども、お知らせが届いたのでせっかくだから意見言えるしいろんな人と会えるので参加してみたというような方がいました。そういう方が増えて、それからその意欲興味関心が高まった人向けの例えばセミナーだったりスタッフ区民スタッフの養成だったりいろんな講座の企画だったりを通じてどんどんこう意欲と関心がある方が増えていく。で、その先に例えばスキルバンクみたいな形でこういうことが得意だから町のために手伝いたいというような仕組みを作ったり、あるいはさらにその先に、誰でも参加できるようにした方がいいよねというのもあって時間が限られている人のために、オンラインで意見が出せるそういうプラットフォームを作ったり、地域での町内会をもっと開放してこういう意見を言ってそれが反映されていくような仕組みを作っていったのではないかというような話がありました。そんな形で誰でも参加できる仕組みを作るというような結論とさせなりました。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。一般でグラフィックを担当させていただいた根本です。私は隣に聞いていて、まず最初の意見交換1の方では結構このチームに参加されている皆さんがこういう場にも積極的に来られる方が多かったんですけれど、そもそも大体の人ってなかなかこういうところに来れないよねっていう話から始まっていたので、なんか投票とかそういう誰でも参加できるところからスモールステップから始めようっていう話をされていたのがすごく印象的でした。で、意見交換2の方ではそうですね、なんかさっきもちょっとお話があったんですけど、さっきもお話があったんですけれど、なんか人材にすごく焦点を当てた話をされていて、スキルバンクですとか結構世田谷ってすごいいろんなスキル持ってる人が実はいるよねっていう話を結構されていたので、なんかそういう方を活用できる仕組みを作っていた方がいいんじゃないかっていう話をされていたのがすごくいいなというふうに個人的に思いました。ありがとうございました。それでは2班の発表をさせていただきます。よろしくお願いします。2班では、前半の方では、将来の実現に向けてっていうところで、まず、世田谷区は実際どうなってるかって僕らあんまり分かってないよねっていう意見が結構出てまして、例えば最近今風船お祭りとかもいついつやるっていうのは全部なんかポスターとか見て皆さん知ってるくらいで、なんならもう見ない人はいつやってるかも分かんなくて気づいたら今日やってるっていうやっぱ声が結構あったんですね。なんでそういったことを少しずつ見えるようにしていこうということで、やっぱり回覧板みたいに皆さんとコミュニケーションを取るのを、デジタル化したりとか、もうちょっとこう地域を活性化して、皆さんとコミュニケーションを取る機会を作れればいいんじゃないかなっていう意見が前半では結構出てきました。で、後半の方の、仕組みについてなんですけれども、区民の方からまず行政に対して世田谷区にこう発信していきましょうということで、一つのやり方として目安箱を設置したらどうかと。で、ただこれを匿名でやってしまうと2チャンネルみたいになってしまうんで、ここはもうちゃんと住民票を持っている方が、おのおのちゃんとした意見を持って、行政の方にこう提出しますと。で、そういったものをもとに、今回こうやってる区民検討機関みたいなのができたら、よりいいんじゃないかなということで、意見が出てきました。で、それに対して、世田谷区の方からですね、例えば何ですか、そういう区の状況、先ほど発信するって言ったアプリを作ってくれたりとか、あとはその官民がこう連携して、
まあ、こういう会議だけではなくて何かしらこうお祭りだったり事業を、まあ、区とこう官民がこう共同してこうできたらいいんじゃないかなということで、まあ、ちょっと行政の方がお金を出していただいたりとかですね、まあ、ちょっと世田谷区に頑張っていただいて、まあ、そういったなんかこう大きなこうプロジェクトをできたらいいんじゃないかなっていう声がちょっと出てきました。はい、2班は以上です。2班のグラレコさせていただきました、しぐえです。2班の皆さんは、将来像の実現に向けて自治会の活性化だったり地元で買い物をするイベントを開くだったり地域とつながるっていうことをキーワードにされてたんですけど、まあ、とはいえ区が何をしているか知らない現状でもっとコミュニケーションを取っていくことで地域活性化につながっていくんじゃないかということで、さっきおっしゃっていた目安箱だったり区のメルマガの配信だったりアプリだったりそういうコミュニケーションを大切にしていくというような、お話をされてました。やっぱり何をするにしてもコミュニケーションっていうところがこう根本になってくると思うのですごくなんか大切な重要な部分のお話をされているなと思って聞いていました。ありがとうございました。では3番の、発表させていただきます。まず、意見交換1の方ではですね、観点として SDGs とコミュニティ、あとはそこから広く、まあ、区民の方ができること、あと区にお願いしたいことと4つの、グループ分けにしております。まあ、SDGs のところは、例えば緑を大切にする、まあ、ゴミであったりとか、まあ、そういったことを、まあ、リサイクル活動していく。またコミュニティの部分、まあ、こちらに関しては、まあ、区の取り組みに積極的に関心を持つであったり、まあ、あとはその区内でもしですね、企業の方とかが CSR 活動されてた場合は、まあ、そこにも、興味を持っていく必要もあるじゃないか。でまあ、区民の方ができることの部分としては、まあ、今後ですね、ウェブが発達していくにあたって、まあ、IT リテラシーを高めていくであったり、あとは世田谷区について、まあ、トピックスであったりですね、まあ、そういった部分を知っていく、まあ、そういったこともございました。でまあ、区にお願いしたいこととしては、まあ、区のサイトを使いやすくしたいであったり、まあ、区の中でですね、まあ、好事例であって、まあ、そういった部分の共有をお願いできると、まあ、そこに興味が出てくるんじゃないかというところから、まあ、意見交換2の部分ですね。まあ、具体的なその仕組みというところでですね、まあ、区のシステム関連のところはもう少しユーザー目線をという意見も出てきました。まあ、なかなか探すにしても自分ごととして見たときにですね探しにくいと、なのでまあ検索エンジンの活性化、まあ、こういった部分は大事なんじゃないかと。でまあ参加しやすさっていうところですね、まあ仕組みとしてポイント制にすることでですね、例えば移動展示会の行事にまあキャラクターであったりまあキャスティングすることで、まあ、そこに興味を持って、まあ、若者でも参加しやすくなる、またはハードルが下がるという意味でもですね、こういった取り組みは必要になる。で、まあ、あとはそのカテゴリー別で例えば子育てであったり、まあ、区のですね、自分の興味ある関心ごとの、まあ、ディスカッションの場というところもあれば、まあ、よりその参加しやすくなってくるというお話で、まとまりました。3杯以上とさせていただきます。ありがとうございました。3班の皆さんはまず最初に自己紹介の時に結構大学生の方が2人くらいいらっしゃったりとかであって、あと子育て中の方がいらっしゃったりとか結構多様な皆さんが集まっていたのにかかわらずすごいなんか共感する部分があるんだなっていうのがあったりとか活発に議論されていたのが印象的でした。でなんか結構そういう世代が入り混じってる中で例えば SDGs っていうキーワードが出てきたりとか、なんか街のいろんな世代多様な皆さんが一つの目標を持って何かできることってなんだろうっていう観点でそういう緑を大切にとか、なんかそういう環境面とかも活用されていたのがすごくなんか工夫のポイントかなというふうに思いました。なんかそんな中で先ほどもあったんですけれど、やっぱりなんかホームページのシステムを改善するとか、あとユーザー目線でそういうシステムを考えてほしいみたいなお話があったのも、なんか若い世代の方がいるチームだからこそかなっていうふうに思ったのと、あとポイントがたまる仕組みとか、なんかこれからよりトレンドというか、なんかそういうことが増えていきそうだなっていう部分にも焦点を当てて議論されていたので、なんか新しい取り組みとしてすごくつながる議論がされていたんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございました。どうさんです。前半の方では、3つできることがグループで上がりました。で1つ目が参加、2つ目が提言、3つ目が発信で、参加の方に関しては、まあ、個
でできることって積極的に興味を持って参加することだよねみたいなことが主にありました。で、ちゃんと思ったことは言った方がいいよねっていうところで提言があったと、それを波及するっていう意味で発信もしていけるといいよねっていうこの3つが上がりました。で、後半の方の、参加しやすい仕組みの方では、情報を知るために、の仕組みがいくつか上がって、まあ、参加するためにはまず情報を知らないといけないので、まあ、その情報を、取りに行くためとか、あとどこかにまとまっていても興味がないとやっぱり見に行かないので、そういう意味ではプッシュ型で、配信されるといいよねっていうのと、あとちょっと言葉あれなんですけど、今回なんで参加したかっていうと、強制的にこう情報が知る機会が、あったので、まあ、いろんなその区がやっているイベントとかが強制的にこう知るようなものがあったらいいなっていうところが出ました。で、まあ、興味がある人たちがだけが情報を取りに行って、なんかこういう参加をすると、まあ、ちょっと偏った意見とかなっちゃうのかなっていうのもあったので、まあ、その参加、いろんな人が参加をするっていうことが、参加機会が得られるっていうことがあったらいいねっていうところで、まあ、今回みたいなセッションがあったりとか、なんだ、参加の方法なんですけど、オンラインだったりとか、今小中学校とかのところの生徒会から、なんかこう意見が取りまとめて出てくるといいよねみたいなところも上がったり、あとはなんか町内会がもうちょっと充実するといいよねっていうのと、まあ、でもちょっと町内会ってなんかもうちょっとなんだろうな、オンライン化したりとかっていう今時にいいところだけが変わっていているといいのかなっていうところが上がりました。はい、以上です。4班の皆さんは地域活動への参加と発信と提言っていうキーワードでお話しされていて、その参加するために、参加するための情報を得るための発信だったり、奥への意見を提言するための発信だったり、そういう通知だったりとか、あとここに参加するために半ば強制的にするということだったり、なんかこう何をするにしてもどうやって知ってもらうのかとか、どうやってこう参加してもらうのかとか、そういう部分をお話しされていたなという印象がありました。ありがとうございました。それでは第5班の発表を始めようと思います。第5班の、意見交換ですけれども、第1回の時点で、地域を愛する、世田谷を知る、政治参加をしようと、この3つに焦点を当てたものを前提において意見交換に、区民が一層区政に参加しやすい仕組みというのは何だろうと、まあ、もちろん区政に参加するには目的があると、日常と区政の隔たりを薄くして区政参加がすごいではなく当たり前にしようという、そういった目標を持って、参加機会の拡充と情報公開の充実と、この2つを、必要な要素であると、話し合った結果まとめております。例えば情報公開で言えば、区民の意見がどうやって区政に参加す反映されたか、そういうのが分からないとやはり発信するモチベーションが上がらないだろうと、あるいは物理的に世田谷区アンテナショップのような形で発表したり掲示板に貼り出したり、それ以外にもよりポップに、読みやすい形での情報公開が必要ではないか、あるいはこういった区政がこういった効果があったといったような情報が分からないと、どういう政策を支持したりとか表明すればいいのかも分からないといったような部分があります。そして、まあ、こういった政治リテラシーに対してはもう学校の授業でも国政の話しか今のところ政治の授業をやっていないけれども、区政の話もするべきだろうというものです。それが情報公開の側で、参加機会の側についてはホームページで募集したり、気軽にスマホ、パソコン、商店街、いろんなところで、できたらいいなとか、ワークショップみたいな形がもっと高頻度、あるいは属性を絞ったものなど開かれると、より表明する側も意見をまとめやすいのではないかというような話になっていますと、ご飯の発表としては基本的には以上です。はい、ご飯の発表をさせて、ご飯の、グラフィックをまとめさせていただいたものです。
ちょっとフィードバックをさせていただきますと、最初にこのチームはですね、政治に参加することが大切なんじゃないかっていうところが大きく出てまして、でそのためには何をすればいいかっていう部分で、やっぱり地域愛であったりとか、そもそも行動に移して、公共施設であったり、その都内のイベントに参加するっていうのが大切というふうに、はい、何をすべきかっていう部分が挙げられていました。でその中でもやっぱりその政治に対する何でしょう、区政への信頼度をアップさせるためには、きちんと意見を共有する場であったりとか、情報開示で、SNS を活用するっていう今時の意見もありましたが、やっぱりその数字としてレポートとして報告することも大切なんじゃないかっていうふうな意見が挙げられていました。以上です。6波の意見交換について発表いたします。まず丸1の、結果についてなんですけど、私たちができること、負の課題や理想について個人共通の認識を持ってそこに対して取り組んでいくことっていうふうに結論付けてるんですけれども、まずその個人の認識を持つっていうところに関しては、個性に主体的に参画していくっていうところを挙げておりまして、共通の認識を持つところに関してはコミュニティの形成が必要だよねという結論に至っております。現状それぞれが実現できていないっていうのは、結構区に対してとか区政に対して我々が距離を感じているからっていうところが結論としてありまして、丸2に関して、区にやってほしいこととしては、区政の主体的参画を促すために距離を縮めるっていうことをやってほしいなっていうことでいくつか挙げております。大きく現状の改善と新しい取り組みをそれぞれ挙げてるんですけれども、現状の改善に関しては、例えばこういう集まりとかの、ギグワーク的オンライン参画ができるようにしてほしいよねとか、多言語に対応してほしい、ウェブサイトの UI UX を改善してほしいみたいな、より便利にしてほしいっていうところであったり、ワークショップ形式でいろいろ開催して楽しさを出してくれたらいいよねっていうところですとか、目安箱、先ほどもなんか我々が考えていることを区にどうやって伝えればいいのかみたいな発表があったと思うんですけれども、目安箱どこにあるのかっていうのをまず見える化してもらって、自分の声を届ける窓口の場所がどこにあるのかが明確で、かつ届いてるっていう実感があるっていうのが主体性を促すのではっていうところで挙げております。で新しい取り組みとしては、いろいろある中でも区民同士のつながりを促してほしいっていうのが一番大きくてですね、例えば区が提供する公式のマッチングアプリみたいなものがあって、結構こう様々な目的で男女の出会いとかではなく、癖について話すもよし、お茶するもよしみたいな、コミュニティを作る場を提供してほしいっていう話があるのと、実際そういうコミュニティが集まる場として、区営のお団子屋さんとかバーみたいなものがあって、食事を楽しみながら交流を深める場の提供を求める声もありました。そういった取り組みで、区民の区政に対する距離を縮めてほしいというのが6番の意見です。以上です。はい、6番のグラフィックをまとめさせていただきました。でこちらの班はお話を聞いていて、おそらく世代は違うとは思うんですけれど、すごく話し合いが和気あいあいと楽しげにお話をされていて、まとめる側としてもすごい意見も面白いなという印象を受けました。でそうですね、最初におっしゃられてた通り、やっぱりその若い世代に興味を持ってもらうっていうところが一番なんじゃないかっていう部分で、つながりであったりとか区政への参加っていう部分で、最終的にやっぱり共通認識を持つ取り組みが大切だよねっていうお話をされていました。あと個人的な何か気づきだったり、やっぱり認識を持つことも大切というふうにお話しされていました。で、最後の部分ですね、まとめとしてはやっぱりその場作りっていうのが大切っていうふうにおっしゃられてたんですけれども、その中でも今ある現状の課題としては、ウェブの内容がちょっと見にくかったりだとか、お堅い話し合いの場が多かったりするというので、やっぱりエンタメ要素だったりとか、今時風にワークショップ形式で何かやるのがいいんじゃないかっていうお話でした。その中でもやっぱり団子屋であったりとか、マッチングアプリっていうのがちょっとすごいなっていう、はい、面白いなっていう印象でした。以上です。これからオンライン一般の発表を始めたいと思います。最初にお願いなんですけど、ちょっと意見が、いい意見が出たんですけど、時間の関係上まとめられなかったので、
画面に注目して聞いていただきたいなと思います。で、私たちのグループでは育成に参加しやすい仕組みについて大きく分けて2つほど意見が出ました。で、1つ目っていうのがオンラインシステム作りに関するもので、オンラインっていうのは家庭があるでいろいろな方に届きやすい仕組みであって、今私も Zoom 上でこの会議に参加していたださせていただいているので、時代のニーズに合っている仕組みということで意見が多く出ました。オンラインだとやっぱり自分の意見を匿名で出しやすいという特徴があって、やっぱり自分の意見っていうのが癖に反映されているのか届いているのかっていうのが我々にも分かりにくい状況なので、オンラインシステムによってやっぱレスポンスリクエストっていうのが返していただけるような仕組み作りができたらいいという意見が出ました。やっぱり意見があると出してがもう気持ちやすいし、よかった、出してよかったっていう感情になるので、ぜひやっていただけれたらいいなという話をしました。次に一つ目なんですけど、これはイベント実施イベント系についての意見で、やっぱりその自分の意見を出したり地域っていうのを出した。で、このイベントっていうのがやっぱり学校の活動としてそういう機会を作ったりだとか、まあ、グループの方の話になるんですけど、大学側が率先して大学がある地域 の、 そのアピールをしたり、そういうイベントをしたり、そのイベントに他の地域の方が来て楽しんでるっていうのがあるので、いろいろな方を巻き込むような形でそういうイベントが実施できたらいいんじゃないかという話がありました。で、そういう活動っていうのが一部の地域じゃなくて世田谷区全土に広げていけたらいいんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。オンラインのチーム1のグラレコを担当させていただきました、グラフィックレコーダーの池田です。話し合い全体を通してですね、能動的積極的に参加するっていうところですとか、あと区と区民が総合的なコミュニケーションをするっていうところの重要性を意識されてるな皆さんっていうふうに感じました。また前半の話し合いではゴミのポイ捨てがないとかっていう当たり前のことが当たり前にできていて、マイナスがないってすごいことだよねっていうことで盛り上がっていました。で、だからこそ未来に目を向けられるよねっていうことを話して、で、そこからこうお祭りの開催とか産官学共同でのアイデアソンだとか、区民の声を届けるオンラインシステムとか、さまざまなアイデアが生まれていました。なんかもったいとか、もっとこうしたら楽しくなんじゃないっていう、すごくポジティブな視点でこういった話し合いができるということが素晴らしいなと感じました。グラレコからは以上です。ありがとうございました。お願いします。はい、ではオンライン2班の発表です。まず前提の意見として、そもそも参加するとはどんなことかっていうところで、区民がコミュニティで交流することなのか、はたまた行政活動に対するアドバイザー的な立ち位置として区民が参加することなのかっていうのを定義する必要があるよねという意見がありました。そしてそもそも区がどのような活動をしているかをほとんどの人が知らないよねというところで、知ってもらうために、病院の待合室などで区のイベントやボランティアの取り組みをビデオにして流すというのはどうかという意見がありました。そしてアプリなどのプッシュ型の通知として区から情報発信をしてくれると区民に情報が届きやすいよねという意見がありました。そして具体的に面白い意見として、単発のバイトとして、行政に参加できる場があると、今日参加しやすい、参加したくなりますし、区政に興味を持ってもらえる意見を出してもらえるかなと思いました。そして、オンラインで参加できる選択肢があると、子育て世帯も時間の都合がつきやすかったり、参加のハードルが下がるという意見がありました。そして、匿名の意見箱ということで、意見しやすい、そういった場があったりとか、あと回覧板に意見を書き込めると、より意見の交流ができるかなという意見がありました。そして最後に、イベントやお祭りなどで、世田谷を知る機会、あと地域の食材を使った体験会などがあると、より興味を持ってもらえるかなという意見がありました。以上になります。チーム2班の、グラレコを担当させていただきました、福田と申します。僕たちのチームは、交流ボランティア、新
と教育についての話でメインに進めていきました。中でも一番盛り上がった話題というのは、交流が一番盛り上がったのかなというふうに思います。で、今は世田谷区民の皆様の、交流を深めていくきっかけとしては、そのお祭りだとかの気軽に行ける場所ですとか、コミュニティ作りの方法っていうのはものすごく重要視されているなっていうふうに感じました。あとはその世田谷区がやっていることっていうのを、もっと分かりやすくしてほしいっていうことですとか、やっぱりその区がどういうふうな活動をしているのかっていうのをなかなか知らないっていう方が多かったりするので、もっと意見を、区からのそのアイデア出しだったりとかをいただけたらなっていう話でした。それから、他のチームでもあったかもしれませんけども、その意見箱の設置をしたいという、してほしいという声がありました。匿名の意見箱ですと、やっぱその自分の意見だったりとかっていうのを主張しやすいっていうので、実際にその学生さんとかでその匿名の意見箱があることによって、実際にそれが実用化したという例もあったので、匿名の意見箱を欲しいいただけたらなっていう、設置していただけたらなという意見がありました。すみません、グラフィッカーからは以上です。ありがとうございました。皆さん、意見交換並びに発表ありがとうございました。情報発信の大切さは私どもも、改めて、痛感しておりますが、こういう会であったりオンラインを使ったこの会が少しでもその区を身近に感じてもらったり距離を縮めるものになれてたらいいなというふうに思いながら聞いていました。それではですね、本日並びに3回の区民検討会議を振り返りまして、ちょっと離れた場所で発表も聞いています。世田谷区長の保坂信人よりご挨拶をいたします。区長よろしくお願いします。はい、区長ですが、皆さん聞こえるでしょうか。大丈夫ですか。今私は川場村に来ていまして、世田谷区とのちょうど交流が始まって40周年のセレモニーがこれから20分後に始まるという、そこでちょっと今皆さんのお話を、オンラインで聞かせていただきました。1回目は全部参加しました。2回目は、区民祭りとちょっと掛け合ってしまったので、動画で、ダイジェストを見ました。で、今の話を、お聞きに、聞きまして、ちょっと順不動ですがちょっとコメントさせていただきたいと思います。まず今日多くの方がですね、無作為抽出のその案内状を受け取って、参加をしていただいたということになりますが、これは10年前からですね、世田谷区で、実験的に取り入れてみて、結構たくさんの方がこのくじ引きで、選ばれた方がですね、意見を言ってみるということの中に非常に多様な、また素晴らしい意見も多くあったということで、この10年間、いろんな分野で、この無作為抽出型の、意見を述べてもらう場を作ってきました。で、この、くじ引き無作為抽出がいいのはですね、あるテーマでこの指止まれで、集まっていただくと、なかなかそれについて詳しい、勉強している人とか意見を持っている方だけが集まるということで、その区民の平均的なというか、その数多くの意見を代表するというふうには必ずしもならないと、多様な意見ということで言うと、この無作為抽出の形はいいのかなと思います。ただ普段ですね、今皆さんのお話の中でホームページをユーザー目線で、改善してほしいと、これは私の方からも、その通りだなというふうに、なかなかですね、世田谷区のホームページでカチッと作ってあるんですが、必要な情報にたどり着くのに何回もクリックしなければいけなかったりですね、あるいはその動画とか写真が直接貼っていなかったりでですね、今のちょっとウェブデザインの、よく見る形よりも一時代前の形っていうふうに見えているかと思います。ぜひ改善をしていきたいと思っています。
それとですね、実は世田谷区の情報発信、まあ、一番新しいですね、新聞や、テレビのニュースになることは、その大体一月に1回から1ヶ月半に1回記者会見をやっています。この記者会見、動画のアーカイブで残っていますけれども、ちょっと長いのは欠点ですが、まあ、30分ほど私が政策を発表して、新聞記者、テレビの記者から、質問を受けて答える、まあ、こういう形になっている、これは同時に YouTube で見れますので、まあ、そのこと自体ももうちょっと知らせていきたいなと思いました。でまた目安箱、まあ、古い言葉ですが、まあ、意見をしっかり入れていくという、まあ、そういう機会をもっとこう、いろんな、いわゆる参加の回路の問題だと思います。区長へのメールっていうのはもう 10年ちょっと前に作りましてですね、これ1日に少ない時で、30本ぐらい、多い時で100本を超える、まあ、皆さんの様々な声ですね。もう、ありとあらゆることの、その、まあ、苦情から提案からいろいろ寄せられます。まあ、これ自体は全部、一応目を通しているので、まあ、目安箱的な機能は、その、唯一あるといえばあります。ただ、まあ、この欠点はですね、その自分の意見を本当に読んでくれたのかどうか、そして、その他の人はどういう意見を出しているのかっていうのは、区民の側からは見れないので、今、松村、デジタル改革担当 の副長が就任していますので、新しいそのアプリとかですね、その、ウェブ上のツールを使ってですね、他の人がどのような意見を言ってるか、そしてそのウェブ上で意見交換をしたり、まあ、そこに区が答えたり、インタラクティブな形、また、区民同士のこう意見の交換などもできるような、そういうそのオンラインの使い方、まあ、スマホなどで意見のやり取りができるようなことをぜひしていきたいなというふうに思っています。また皆さんの中で、まあ、世田谷区の魅力や、またそのいいところとして、まあ、さまざま多様な場があるということも出てきたように思います。場があるんですけれども、例えば、お母さんがお子さんを連れて、地域に身近なところでその子どもと一緒に遊びに行けるお出かけ広場っていうのは現在68箇所も世田谷区内にあるんですが、なかなかですね、そういうものが身近にあるということが分かるのにこう時間がかかるという、まあ、欠点があります。まあ、他にもですね、さまざまな、居場所、あるいはその区民の活動、そしてその区でやっている、イベント、児童館でこんな催しがある、本当にたくさんあります。でここをですね、可視化していくってことはとても大事だなっていうことと、またその 区が直接やっていること以外に大学の中で行われていること、あるいは大学と商店街と、学校がコラボして、小山台では小山町プロジェクトっていうのが行われていますが、まあ、そういう情報をですね、フラットにこう拾ってくれる、またまあ、プッシュ型という話も出てましたけれども、お知らせをしていくような、そんな仕組みも必要だなというふうに思いました。もちろんホームページやのツイッターでも時折出るんですが、まあ、情報が非常に、ツイッターにしても限られているので、なかなか皆さんに届いていないところがあるのかなと思います。でこれからの その区の魅力づくりの中で、ないものをこう1から0から作っていくということは実はもうほとんどなくてですね、あるものをこうしっかりこう巧みにつないでいくということが、まあ、重要なんだろうというふうに思っています。あるものがそのバラバラにあるんではなくて、組み合わさってですね、例えば教育ということでいうと、区内に35ある高校、そして17ある大学、学部ですね、こういったところの資源が有機的につながって、区立、小中学校93校あります。まあ、それ以外に私立の学校もありますけれども、まあ、そういったところで世田谷区の教育っていうものが新たに刷新されるという、まあ、そういうテーマにも皆さん関心が深かったことと受け止めました。また緑の充実、あるいは交通環境の改善など、まあ、この間の話し合いで、いろいろとご提案をいただきました。さてこれからですね、基本、計画審議会の、まあ、審議に
皆さんの代表を決めて派遣をしていただくことになります。ただその代表だけが参加するんではなくて、今日集まっていただいた皆さんにまたフィールドバックしてですね、お互いまた共有しながらその意見をこの9月8日から始まる基本計画審議会にぜひ反映をさせて、世田谷区のこれからの10年の方針を決める大切な場なので、ぜひ、参加を継続していただけたらとお願いをします。3日間ありがとうございました。